さて、私の取材には一つサプライズがあります。なんとドニントンのアカデミーには日本人の講師が一人在籍していたというのです。彼の名は匠藤原。藤原匠ですって、本当なんですかそれは。ええ、その名を聞いてピンときました。悲運のラリーストと呼ばれた彼に違いないと。私は藤原君とは浅からぬ縁といいますか、因縁のようなものがあって。そうなんですか。ええ、ドライバーとして戦ったこともあり、親交がありました。藤原匠選手は群馬県渋川市出身。二十歳で単身海を渡って英国ラリー選手権に参戦しまして、グラベルには弱点もありましたが、ターマックでは無類の強さを発揮して、3年目で英国の国内タイトルを奪取しています。彼らしいですよね。あまりの速さゆえにファンがつけたニックネームがフライングジャン。英国人らしいウィットです。そして WRC フル参戦のシート獲得と、そこまでは順風満帆だったんですが、ワークスマシンのテスト中、ドライブシャフトの破損という不慮のアクシデントに見舞われ、マシンもろとも谷底に落下して大怪我を負います。長期の入院とリハビリを余儀なくされ、競技生活をリタイア。その後のことは関係者に尋ねてもよく分からず、消息不明となってしまうわけですが、それから10年以上の時を経て、こんな形でその名前に再び遭遇することになろうとは思いもしませんでした。ラリーストの藤原がなぜレーシングスクールの講師なのかには疑問も残りますが、いえ、同じだということです。公道を走るラリーもフォーミュラカーも、車を走らせる基本は荷重移動のコントロールだということですよ。なるほど。その悲運の天才藤原匠と片桐彼方が師弟関係にあると考えるだけでワクワクしてしまいますね。今はともかく嬉しいです。今も彼が元気でいてくれるなら、それだけで。